さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミヤスタカです。今日のイカライフ動画はこちらですよ。とうとう日本にも入ってきましたよ。これ登場したのはニューヨークモーターショー2019年ですよね。なので結構時間がかかりましたけれども、やっと日本にも入ってきました、キャデラックの次世代を担うセダンになります CT5 ですよ。で、詳しい方はご存知だと思います。もうキャデラックはもうネーミングとかこのプラットフォーム切り替えもどんどん行ってますし、それは中に積んでいる電子プラットフォームをどんどん切り替えていってますけれども、順番に。でそれと同時にネーミングも統一をどんどんしていってますね。でセダン系はもう CT シリーズですね。なのでこれ CT5 で、その上には CT6 もあります。 SUV 系は XT の名前でどんどん数字が変わっていくという形で、ネーミングがすごくすっきりしてます。でなのでこの CT5 は先代モデルになると CTS ですね。なので CTS の後継でこれ CT5 が出てきております。いやー結構顔つきいかついですよ。これ真正面目の前にするとかなりね自己主張が強い。なんか GM の、これ GM グループじゃないですか、キャデラックは。 GM の中のカマロとかを思わせるようなちょっとね押し出しのほんと強い顔ですよ。でこれ2つグレードがあって、プラチナムとスポーツがあるんですね。でそのプラチナムとスポーツで結構顔まで変わるんですよ。でこれはプラチナムです。どこでわかるかっていうと、ここの部分のこのアンダーカウルのキックアップちょっとしかこれしてないじゃないですか。これがスポーツになると、ここはここで1本ボディカラー同色で入るんですけど、これがギュッて中にまでなんていうんでしょう、牙のような形で盛り上がるんですよ。それがねすっごい迫力増すんですけど、スポーツはその見た目が備わってきます。で先に魅力をお伝えしてしまうと、価格がすごい、もう魅力的な価格です。でこれライバルとしてはメルセデスの E クラスであるとか BMW の5シリーズを想定したようなボディサイズなんですけれども、それらと比べた時に50万円から100万円ぐらい安いですね。でこれプラチナムなのでこれで560万円です。スポーツになると620万円です。上級グレードって捉えてください。こちらがベーシックグレードです。で価格差60万円あるじゃないですか。装備どんだけすげえのがつくんだよ60万円でっていうと、実はなんていうんでしょうね、細かいところで言うと、これブラックモールディングじゃないですか。これがボディ同色になったりして、より車の塊感っていうんですかね、一体感がスポーツは伴うんですけども、そういう装備が違ったり、あとはこのシートにマッサージ機能がついたりっていうのがあるんですけど、どう考えても60万円の価格差はないんですよ。でも何が一番違うかって、4駆か2駆かなんですよ。これは肉、プラチナムは。なのでちょっと価格も抑えられる。でスポーツは4輪駆動になるんですよ。だからそれも踏まえて60万円アップという形で620万円という価格設定になります。でその4輪駆動を、僕も早く乗ってみたいんですけど、今回は2輪駆動なんですけど、前後のトルク配分を走行モードで変えるんですね。で通常時はフロント60、リア40、それが走行モード変えていくと50、50になり、スポーツモードだと思うんですけど、僕もまだ経験してないので、フロントが20、リアが80っていう FR 的な4輪駆動にもなるんですよ。その4輪駆動がついて620万円っていう、なんかそっちも興味出ますよね。見た目も激しいですし。でさらに言うと、これ今プライマシーツアーですよがついております、タイヤは。でこれ18インチなんですよ。あった24545 18インチです。でこれがスポーツになると19インチになりますっていうのも価格の違いに入ってきますね。後ろも完全一緒のサイズですよ。18インチで、はい、2454518ですね。前後同じサイズで。なのでこれが19インチにスポーツになると、変わるっていう、そういう話です。いやしかし結構ね伸びやかさがあり、このボンネット周りのこれすごい伸びやかですよ。ここもすごい距離あるじゃないですか、このドアパネルとタイヤとのこの距離ですよ。だからボンネットがすごくなんかロングノーズ感も出てて、 A ピラーも寝ていて、でもこの後ろの処理はねちょっと特徴的ですよね。空力は良さそうですけどね、ちょっとインサイトを思わせるような、そういうスタイルですかね。でちなみに、リアからの見た目も結構迫力あります。マフラーは左右でそれぞれ1本の形で統一されております。中見ると排気が見えますね、1本。で、左側にも1本。ダミーではないですね。で、スポーツになると、ちょっとね、僕、これまだ借りてないのでわかんないんですけど、ここが変わるんじゃないのかなと思うんですよね。スポーツ、もうちょっと後ろなんか激しい見た目だったので、写真で言うと。なので、そこがちょっと実車をまだ見れてないので、確認が取れてないところです。で、これ、じゃあ、そもそものボディサイズどのぐらいなんだっていうと、CTS のそのまま、延長線上にあるので、ボディサイズは結構似通っております。これで全長で4925ありますよ。だから全長だけで言うと CTS は4970あったのでちょっと短くなりましたね。でも幅は広がりました。 CTS1845 でしたけど、これもうほぼ 1.9m ですよ。1895まで来ました。なので狭い道はね、普通に走ってると、これ先にちょっと言ってしまうと、ハンドル結構締め上げてるので、なんかすごいダイレクト感もあって、ちょっとね、ボディがコンパクトに感じるようなフィーリングなんですね。でも、狭い道行くとやっぱ 1.9 メーターだよね、みたいな、そういうようなフィーリングになるっていう話です。高さはこれで1445になります。これは平均的ですかね。先代とそこまで変わらないです。で、ホイールベースは、これね、ホイールベースすごいと思います。4925、ほぼ 4.9m じゃないですか。 4.9m にしては長いですよ。これで2935です。これなんかこういう風にパッと見ても、なんかホイールベース長い感じしますよね。見た目オーバーハングも結構少なくて、伸びやか、すっごい伸びやか。このホイールベースの長さはいいですね。でもこのリアの処理は好き嫌い分かれそうだな。僕もうちょっとトランクはトランクでしっかりあった方が、空力はね、トランクあると悪くなるんですけど、どんどん。でも、トランクもうちょっと欲しいなっていう感触はあります。で、ちなみに車両重量もちょっと全般的に軽いですね。他と比べた時に。E クラスとかで言えば、このサイズで言うと 1.7 トン切るの難しいですけど、これ 1.7 トン切ってます。二輪駆動同士で比べても 1.7 トンなかなか切らないんですよ。このサイズになると今。これで1680ですよ。だから 1.7 トン、20キロしか切ってないですけど、でも20キロ切ってるっていうのがすごいとは思います。ちなみに4輪駆動になると重たくなりますので、1760キロになります。さあ、じゃあちょっとエンジンも見ていきましょうか。その前にちょっとやっぱライト見たいですよね。ちょっとライトつけます。これね、オープナーは、このドアノブ自身が動くんじゃなくて、内側にちょっとゴム状のなんか握るようなのがあって、それを握ると電子的にロックがカチャンと外れて開くっていう形です。なのでこのドアノブ自身は完全固定のやり方です。僕はドアノブ動いた方がなんか自然な感じでいいですけど、ライト、よし、ほら、これはイメージ通り、もうこの縦ラインですよ。結構迫力はありますよね。だからなんか幅の広い車が後ろから来たぞみたいなのが夕暮れ時でも分かるような、だから車幅ギリギリで光ってるような形ですよ。後ろもいいじゃないですか。後ろかっこいいですね。なんて言うんでしょう、この形はね。言葉で7の逆みたいな、数字の7のね。いいや。おお、そしたら偶然7。なるほど。そしたら右側は7。はい、ここで7みたいな。どうでもいいですね。ちょっとハザードもつけましょう。ちょっと寂しい。ちょっと寂しい。最近ハザード寂しい車結構ありますよね。このフロントの基本デザインが相当激しいので、ヘッドライト周りとかライト周り、もうちょっとなんかグイって来てもよかったのかもしれないですけどね。個人的な感想です。しかし押し出しの強い顔をしておりますよ。で、ちなみに、先ほど見えましたね。350T。って見えるじゃないですか。だからこれターボの T ですよ。350はこれ350ニュートンです。なので350ニュートンでを出すターボって考えると、大体ターボは排気量を今 1.75 倍から2倍ぐらいにやってくれるので、おそらく2リッターだろうっていうのは予想がつくと思います。じゃあそのエンジン見てみましょう。さあ、ボンネットオープン。よっ。ダンパーついてる。当たり前だな。この価格だから。結構コンパクトなエンジンですね。へー、ターボがこっちについていて、でこっちで9キー。なるほど、すっげえよく見える。この辺りリブもしっかり立てて、でもリブちょっと浅い感じもしますけど、剛性もでも高そうですよ。いやー、やっぱりなんかこのエンジンルームを見た瞬間に思いますよね。でっけえエンジン乗りそうだねっていうこのシャーシ、直4だとほんと小さい隙間ばかりですよ。でもこのエンジン乗ってきたんですけど、結構完成度高いですよ。このエンジン最大トルク350ニュートンです。8000回転数は1500回転から出すんですよ。それをだからそれがね、まずすごいことです。でそれを4000回転まで発生します。1500から350ニュートンですからね。これだから結構扱いやすいエンジンです。でちなみに最大出力は240馬力です。でそれを5000回転で発生するので、5000回転って聞くと僕スペックをそこまで知らずにさっき乗ってきたんですけど、やっぱ5000回転ぐらいから一気にね、これレブリミットは6200回転ぐらいなんですけど、少し伸びが甘くなるかなと。スポーツモードにすればそこも強引には回るんですけれども、っていう感触はあります。しかしこのね、低回転のトルクがやばいぐらいあるんですよ。そこが走りやすさとかすごいつながってます。でこのエンジンももちろんいいんですけど、さらに注目はこれ10速オートマ組み合わされるんですけど、その10速オートマとの相性もしっかりと調整されております。なのでパワトレはかなりいいです。お、これ結構エンジン後ろじゃないですか。これエンジン前端部、ここですよね。今タタ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 タ、どんな感じ。あ、結構完全に後ろにはいかないですけど、3気筒分ぐらいは後ろって感じですかね。エンジンでいうと直列4気筒なので。でこれシリンダー休止もやります、このエンジン。なので巡航時はやっぱ新しいシャーシ、エンジンの搭載値とかも全部見直してきたんですよね。だから今までキャデラックはセダン系になるとものすごいフロントオーバーハング長かったんですよ。大きいエンジンをフロントの車軸の前ぐらいに結構積んでたの、直上から前ぐらいに積んでたので。でもエンジンの搭載値自身がすっごい後ろになりましたね。まあ逆に言えばフロントタイヤがすごい前出しされたんですよ。だから結構ヨーロッパ系のメルセデスとか BMW とかの作りにすごい似てきましたよね。まあだからここが、このドアパネルの切れ目からタイヤまでのこの距離がちゃんと出てるんですよ。ここが多くなればなるほどフロントタイヤ前出しされてるのと一緒なので。なるほど。さあトランクどんな感じでしょう。まあ広くて当たり前だとは思うんですけど、でも FR ですのでね。はい、僕のこれから出張です。でも十分じゃないですかね。ちょっとズボンギリギリ汚れないぐらいに立って、手を伸ばした時にここ奥までは届かないっていうぐらい十分奥行きあります。ゴルフバッグ楽に、これはドライバーを抜かずに乗るのはもう目計測で分かります。これ十分なる広さです。床下収納はあんまりそこまではないかな。なるほど。これパンク修理剤ってこと？これスペアタイヤってことか。あれ？これ取れないぞ簡単に。なんで？これ何？ラッパ？なんでしょう？え？これちょっとわかんない。あ、面白い。アメ車らしいですね。これ携行缶からガソリン入れる時ですよ。だから給油口を開けて、これをノズルをガチャンと刺さないと内蓋が開かないので。なるほど。燃料補給をする時ですね、携行缶から。へえ、なるほど。さあちなみに上はスピーカーがあるけど、リモートで倒せるレバーとかはないですね。倒すんであれば後席に回って倒すという形ですね。あ、乗り降りしやすそう。これ対後部すっごいでかいじゃないですか、頭のところ。これいいですね。これいいところ、いいところ。さあちょっとシート倒す。なるほど。なんかね、これをパッと見て走りがいい理由がちょっとわかる。まああそこ肉抜きもしてありますけど、肉抜きの周りちゃんと曲げてありますし、なるほど。結構剛性稼ぎながら軽量化も施しながらで、この開口自身がそこまで大きくないじゃないですか。だから結構このリア周りの剛性であるとかハンドリングを意識しながらの設計っていうのが、これを見ると分かりますね。いやだから結構リアタイヤ踏ん張るんだ。なるほど。へえ、こういう風に作りを見ると走りの感じがよく分かる。じゃあ後席乗ってみよう。さあこれ電動欲しかったな。まあ価格が安いからまあしょうがないかよ。ほら閉まる時の音もいいじゃないですか、今のトランクも。さあ乗る。ドアの閉まりいい、ほんといい。ドアの閉まり、ほらちょっと待って本当にいいんですけど、本当予想以上。いきますよ。ほらすっごい剛性感ありますよこれ。新車足の効果ですね。で、まずね、足元は、ほら、届かない。へえ、これ広いじゃないですか。なんか FF みたいな感じでほんと広いですよ。なるほど。FF に絶対負けねえぞみたいななんか意気込み感じますね。吹き出しあります。エアコンの。で、USB-C が1個だけ。で、12V です。で、あとエアコンの吹き出しはっていうと、あとはないですね。うん、サイドにもないですね。これだからシアターシートでなんか高いですね。結構開放感あります。まあ横を見ても開放感もちろんありますよ。ほら、結構開けてますよね。で、さらに、この座面がね、すごくお尻下がりになってて、スポッとお尻がはまるのもいいんですけども、座面自身がちょっと高いので、もも裏がすごいサポートされる。例えば、ちょっと今僕のを映すと、こんな感じですよ。だからもも裏のサポートがすごいあるので、うん、足がね、しっかり支えられる。座面自身はそこまで、うん、なんて言うんでしょう。長くはないですけども、お尻がスポッとはまってるので、結構落ち着き感はあるな。ゆったり座れるというか、体の力を緩めてもそんなぐらつかない感じ。ああ、でもこのあたりもうちょっとしっかりサポート欲しいかな。ちょっと大柄な方用にも作ってるシートって感じはしますね。ヘッドレストは、あ、十分上がります。もうちょっと形状がな。よかったらな。なるほど。で、アームレスト。はい。うん。ありがとうございます。まあ、普通というか。はい。ありがとうございます。あ、ちなみに、はいはいはい。そうだ。忘れてた。手のひら、1枚ぐらいですかね。はい。入る感じです。さあ、じゃあ、行きましょう。運転席に移動です。さあ、運転席。はい、トランクオープナーあって、まあ、この辺りはもういつも通りですね。で、メモリー機能もあって、で、Boseのスピーカーがついております。音結構いいですよ。重低音ガンガン響く感じ。で、重低音を響かせても、ビビり音がしないですね。やっぱ合成のいいシャーシってそういった、やっぱ音もいいですよね。あれ、リアよりもフロントの方が、ちょっとバタつく感じはするな。リアの締まりがすごい良かった。うん、まあでも締まり悪くないな。じゃあ、どんどん見ていきましょう。はい、パーキング、ここにあります。ヘッドアップディスプレイもついております。調整がここに、はい、並んでおります。で、ハンドル傾いてるの嫌なので、はい、エンジンかけちゃいます。ここにスタートボタンあります。エンジンかけます。はい、もう全面液晶のメーターになります。もう中央には速度が出ておりという形ですね。で、今は左側にはエンジンブーストが、まあ、絶えず出てるような状態で、で、ドライバーアシストとか、この右側はもうここで調整ができます。はい、オーディオとか、電話とか、メンテナンスとかが調整ができるようになっております。まあ、このあたりは結構操作性としては悪くないですね。で、あとはボリューム調整であるとか、あとは選曲であるとかもそうです。ここ、運転支援。運転支援も、ついてきました。レーダークルーズはしっかりついております。ハンドル支援がね、ちょっと弱い感じというか、車線逸脱しそうになった時に、このハンドルに手応えが、まあハンドル支援もしてくれて、車線逸脱、大きな車線逸脱は防いでくれるんですけど、センターキープ力っていうのはそんな高くないですね。エアコン周りは、全部ここにメカニカルボタンがあるので、これ操作性としてはとてもいいです。で、その下にハザードであるとか、で、これが僕最初見つからなくて困りましたけど、はい、車線逸脱のスイッチがここにあります。で、360度。カメラもね、すっごい見やすいですよ。明るくなりましたし、これとてもいいですね。うん、カメラ機能とか。だからこのあたりもキャデラックは今、こういう室内の電装系プラットフォームもどんどん新しくしてっております。ちょっと待って、エアコンの風。あ、ほら、簡単にできるでしょ。だからこういうの直感的にできるのいいですよ。ちょっとね、ナビゲーションの音量設定だけを試乗中に直感的にできなかったのは、まあ試乗の動画見てください。で、ここ、非接触型の充電器。ここ置きやすいです。使いやすいです。で、この奥に走行モード切り替えがあって、オートホールドとかもあります。これいいですよね。走行モード切り替えが、ちょうどシフトレバーの少し手を伸ばしたところ。まあ、手前でもいいんですけれども、手前はコントローラーがありますので、手前には置けないですね。ちなみに、このコントローラーは、例えばホームボタンを押すと、はい、これでホームボタンになるであるとか、もう、調整は、もうここで全部できます。とは同時に、これ、タッチパネル式なので、もうここで直接的にどんどんいろいろと触っていただくのもいいかと思います。エアコンであるとかも、もうここでも調整がオートにしておきましょうか。あー、風が強いぞ。よし、下げる。はい。まあこういうのもこのタッチパネルでもできますし、ここにダブルでメカニカルスイッチは出ておりますし、まあなので操作性悪くないですよ。で、ドリンクホルダーは、僕があまり好きではない縦並びのタイプになります。で、ちなみにここは開けると、はい、USB-C もあります。SD カードも入ります。12V もあります。深さとしてはこんな形です。ちょうど手のひら半分ぐらいですかね。で、これ面白いのは、例えばここに USB あって、よくありがちなのは、この USB を使った時に、このコードをどっから出すねんってあるじゃないですか。なので、これここ通してあげるようになってますね、ちゃんと。だからここを通してあげると、すごく使いやすい。あ、これも取れる。へー、なるほど。置けないような大きな携帯とか、そういったのの場合には、取ってくださいってことか。そうすると、これで、カチャンと閉めると、ここに携帯が、ちょっとちなみに、はい、携帯がここにシャコッと刺さるわけですよ。ただ、携帯置き場になるわけです。うん。これいいですね。これ使いやすい。もちろん、非接触型の充電器を使うのもいいかと思います。まあ、シートとかにこういったところにマークはついてますし、質感は決して悪くないですよ。まあ、なので価格が僕はだからちょっと安いぞっていう話をしております。ちなみにデジタルインナーミラーになります。まあもうちょっと大きかったらなっていうのはありますけどね。自分のハイエースもそうですし、ミラーもそうですけど、デジタルインナーミラーにしてるので、やっぱね、大きい方が見やすいなっていうのは最近ちょっと思ってるところです。だから、うん、スタイル的にはこういう方がスマートですけれども、うん、大きいのもいいのかなと。で、僕が気になったのは、これ、四角が多いですよね。だから、メルセデスとかも多いですけれども、大きいですけれども、かなり四角はあります。なので、狭い道に来た時に突然車が大きく感じます。普通に高速道路とかを走ってる分では大きさ全然気にならないです。ハンドルも結構シャキッとしてるので。でも狭い道に来た時にこの約 1.9 メーターの幅とこういう見えないところが多いっていうところがあって、ちょっと大きく感じるっていう。これ結構大きいですよ。この、ちょっとこっちで見ると A ピラーのこの太さもありますし、このフレームもありますし、ミラーも結構でかいので、まあそれで言うと四角はちょっと大きめっていうのは言えるかと思います。では走っていきましょうか。キャデラック CT5 どんな走りをするのかというあたりです。ではそちらの動画もご覧になっていただければ幸いです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。イカライフを